車部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では159番目に置かれる。車字は地に接して回転する輪によって動く乗り物、あるいは運搬用具である車を意味する。小文字を見ると馬車を上から見た形にかたどっており、車輪や車軸、乗り細部を覆う車外、車を引くために車体から突き出しているきの長江。 その先に渡した横木であるう、そこに付けられた馬にかける首びきの形を備えている。天書の字型はそれを簡略化したものである。引き伸ばして風車や水車など軸を中心に回転する器具などを意味する。また、巨という字音で戦車を象徴するシャンチーの駒の一つを意味する。なお、関代の釈名はイニシエワイという音であり、 今は車に近い音であると言っており、高音が虚の方であったことがわかる。現代朝鮮語では高音に当たる音もあり、例えば自転車を意味する茶順語に用いられる。変貌のイフとしては車両に関することを示す。左側の辺の位置に置かれ、左右構造を作ることが多い。車部はこのようなイフを構成要素に持つ漢字を収める。しかし、中には、 アキラのように車とは関係なく、他の部首に分類できるところがなかったような字もある。中国の関体字では字型を、としている。車、ありがとうございます。